171号線屋台やってるので行ってみましょう。はい、こんな感じでね、はい、日産の店舗さんがこんな感じになっております。日産ここにね出てます。本当に道沿いにこういう風にね出てるんで、すごく利用しやすい感じがしますけどね。あーどうも日産の、はい、こんにちは、どうもよろしくお願いします。日産の、はい、今回イベントをご担当されてるっていう風な感じです。ありがとうございます。いやちょっとね西宮通信でも記事にもしたんですけども、はい、ちょっとイベントの内容というか概要とか、すいませんちょっと待ってください、なんか教えてもらっていいですか。今回どんな感じですか、はい、いつから。私たち日産大阪という会社なんですけれども、はい、新春フェアをやっておりまして、はい、昨日4日から、はい、で月曜日9日までやってるんです。なるほど、9日までそれでちょっと密着として、はい、地域の皆様にですよね、ですよね、鳥からスタンドさんも西宮のお店ですからね。そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっとどんな感じか、どんなものが売ってるかどうか、はい、いろいろ教えてもらっていいですか。はい、はい、ではまずこの西宮で有名な鳥からスタンドさん、鳥からスタンドさん、めっちゃ有名ですよね。いろんな受賞とかされてますもんね。ここに書いてますもんね、日本唐揚げ協会主催からグランプリ連続金賞。そうそうそう、去年も記事にしました、はい、確か受賞されたって。あ、そうなんですね、ありがとうございます、ありがとうございます。見ていただいてるということでめっちゃ嬉しいです。すごい種類多いですよね。そうですね、唐揚げご飯、唐揚げご飯、ご飯珍しいですね。スタッフが食べてました。あ、そうなんですかプレーンスパイシーカレー風明太子マヨネーズ、はい、大人の唐揚げ唐辛子味、ちょっと辛そうなやつがあります。美味しそうですよね。すごいですね、ピリッとした唐揚げ、スパイシー唐揚げ、すごいスパイシーなやつがかかっています。ここにも優しい鶏の唐揚げ、あ、これちょっと、あ、これが唐揚げグランプリ金賞受賞の、ポップサンドリー無添加、お子さんにも安心ということですね。ポテトとかなんかおすすめのやつとかあったりしますか。私は個人的にお昼ご飯としていただいたんですけど、この優しい鶏の、優しい、やっぱ来ましたか、はい、いやもうめっちゃ美味しかったです。あ、美味しかったですか。めっちゃ美味しかったです。やばい、めっちゃ美味しいみたいですよ皆さん、これぜひ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 お試しください。はい、宮古さん、熊さん、こんにちです。はい、今もやってるね、ずっとやってますもんね。はい、あ、ちなみに何時までやってるんですか。ですね、はい、確率15時まで、3時まで、あ、3時までやってますか。まだもうちょっとねやられてるということなので、ぜひぜひ優しい鶏の唐揚げがおすすめということなので行っていただければなと思います。それで他にもね来られてますもんね。あ、どうも、あ、どうもありがとうございます、初めまして。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございました。あ、もうこれも撮ってるんですよ。あ、はい、あ、いいですか、もうそのまま出てます今、はい、出てます、ありがとうございます。はい、日産の、はい、担当の方2名の方で、うん、ありがとうございますって言って、いやちょっとね、お店さんたくさん来てるということで紹介の方ちょっとしていただければなっていうふうに思ってるんですけど、はい、鳥からスタンドさん、あ、鳥からスタンドさん、あ、ちなみにどうですか、はい、鳥からスタンドさん、なんか今日食べたやつとかあったりしましたか。まさに今、鳥からスタンドの唐揚げご飯食べた、カレー風を、おー、スパイシーカレー風、はい、美味しかったですか。すごい、なんかいろいろ入ってますよね。で、ここの写真では、はい、お野菜が少なくなってるんですけど、はい、お弁当でいただいた時には、お、写真がある、やった、写真が見れますよ皆さん。スパイシーカレー風唐揚げご飯、あ、すごい、はい、サニーレタスも入ってるし、いいですね、はい、こっちの写真の方がいい、そう、美味しそう、すごく美味しかったです、はい、めっちゃ美味しそうですね。外側サクッとしてて、はい、でピリ辛でカレー風なので、あ、ちょっとピリ辛、でも全然その辛すぎず、あ、そうなんですね、サクッといけたということで、軽くいただけました。軽く、皆さん悩みますね、これ優しい鶏唐揚げと唐揚げご飯どっちも行きましょうっていう感じですね、はい、すごい、油っぽくないんですよ、ね、あ、そうなんですね、しっかり揚げてはあるんですけど、うんうんうん、油っぽくなくて、でも女性には、ヘルシーでいいかな、お、いいですよね、今本当にね、唐揚げとかね、タンパク質とかしっかり取るっていうのがいいって言われてますからね、ぜひぜひ食べていただきたい、イケメンオーナーが、ね、あ、イケメンオーナーが、イケメンオーナーが出てくれない、どこに行ってもいい
ジュズの行列ができると。そうなんですね。ジュズ、ね、ジュズ目当てなのか、唐揚げ目当て。唐揚げ目当てどっちなのかわからない。いやちょっとあの手出て隠れちゃいました。わからないです。すごい。キッチンカーめっちゃおしゃれですよね。ね、中むっちゃおしゃれ。見せていただいたんですけど、キッチンカーおしゃれですよね。あ、ほんまですか。むっちゃおしゃれです。青野並木さん、どうもよろしくお願いします。西宮通信です。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ今、はい、配信させていただいております。今 YouTube ライブ配信だそう。はい、いや、むっちゃかっこいいなと思って、中こっから見て、はい、だいぶイケメンだと。だいぶイケメンだと。もうほれぼれしてる。ちょっと危ない。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、現在ルーパオピーさん、はい、ルーパオピーさん、ルーパオピーさん、はい、丹波の方で、はい、あ、丹波、夏は、はい、台湾かき氷で、はい、は台湾全在を、へえ、くださってる松井さんです。はい、あ、松井さん、はい、あ、どうも、よろしく。YouTube ライブ配信です。はい、配信です。よろしくお願いします。おすすめをどうぞ。はい、おすすめを。普通でしたら、はい、普通の小豆の好きな方でしたら台湾風の前菜、台湾風の前菜、おー、へー、の代わりにさつまいもで作った白玉が入ってるんで。そうなんですか。珍しいですね。お餅みたいな食感なんですか。ちょっとまた違うんですか。そうですね、あの、でも味はすごい、さつまいもの味がする。え、そうなんですね。でもぜんざい、はい、で、日本のぜんざいよりもこうシャバッとしててあっさりしてるのは台湾式。へえ、そうなんですね。すごい。今他にもね、珍しいやつがあるなって思って、はい、緑茶ぜんざいとか、オリジナルで考えたものなんですけど、かぼちゃココナッツぜんざい。へえ、オリジナルメニュー。かぼちゃをココナッツミルクで煮て少量の砂糖で味付けした、はい、あ、そうなんですね。エスニックな味、台湾って感じがする味がするってことですかね、やっぱり。はい、で、これに入ってる白玉は里芋で。あ、里芋も。ちょっとさつまいもより粘りがあって、甘みが少ないんですけど、ねっとりしてる。あ、そうなんですか。甘いんで、これはちょっとあっさりめの白玉です。お芋が多いですね。なんか台湾と芋ってなんか関係あったりとかするんですか。そうですね、あの台湾って芋とか豆とかすごい大好きな。あ、そうなんですか。へー、はい、豆と芋はさらに食べる。あ、だからそういうことなんですね。へー、すごい。豆といえばやっぱり丹波篠山の黒豆とかっていうことなので、なんかそこの丹波のものを使うことで、はい、そっちの地域の特色みたいな。なんですか。食べましたか。まだなんです。まだなんです。これからということですか。これからということ。あ、そうなんですね。あ、ですよね、ですよね、ですよね。目の前やのにみたいな、なんか残念ですよね。気がついたら閉店時間で。そうです。15時までですもんね。15時までですよね。そうなんです。はい、寒いんでちょうどいいですよね。ぜんざいとか多分食べたい。今日はだから2時半に予約をしました。あ、2時半に予約。作っておいてくださいという予約。あ、予約もできるということなんですね。はい、了解です。ありがとうございます。昨日、はい、あの、スーパーで結構お持ちになったお客さんがいらんで、あ、そうなんですか。はい、多分大ファンの方かなって。え、そうなんや。すごい。え、そうなんですか。あ、そうなんですか。あ、そうやって水筒に持ってきて、なんか特別入れてもらえる、こう規定量というか入れていただけるか。そうなんですね。あ、そうですよね。だってタッパーに入れたら温かいまま家持って帰れますもんね。そういうことですね。おお、そういったこともしていただけるということで。9日までタッパででもいけるということなので、ぜんざい、ちょっとね、そんなに大きいのはやめてください。なくなってしまいますもんね。あの、3時まで大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。了解です。ありがとうございます。ぜんざい、ちょっと今お忙しい、ちょっと 今ちょっと今めっちゃ、じゃあ次はグリーンカレー。グリーンカレー、そうですよね。すみません、グリーンカレーです。グリーンカレーは、はい、プアンタイ、クラクエンにあるプアンタイという、はい、プアンタイさん、はい、お店の、はい、グリーンカレーを提供してくださってます。あ、そうなんですね、はい、グリーンカレー、ここのオーナーが、はい、私の同級生、友人ということで。あ、そうなんですね。今回はあの、まあ、私の顔を立てるということで、いやー、西宮つながりということで、はい、地域のつながりが大事にというお店のことで、そうですよね。めっちゃ嬉しい。そうですよね、本当にそうですね。すごく美味しいですよ。グリーンカレー、あ、ちょっと中見させてもらってもいいですか。ありがとうございます。美味しい。
わすごい香りが伝えられないのが辛いですね、うん、すごい香ってきます。温かい、めっちゃいい匂いする。すごいいい匂いしますよね。ココナッツミルク、ココナッツミルク、そんな感じですよね。太陽って向こうの料理は香辛料が強い。あ、そういうことなんですね。カレーはココナッツを使ってるんで、はいはい、召し上がっていただきます。ですね、すごいサラサラしてますよね、はい、なんか見た感じもね。違ってスープカレーみたいな、そういった感じなんですね、はい、でこれ具としてはこれは 何がこのメインで入ってるやつは、おナスですか、鶏肉です、ね、おナス、タケノコ、鶏肉ですか、はい、そうなんですね。皆さん好きな方も多いとは思いますのでぜひぜひ。ちょっとね、寒いからなんかすごくいいですよね。あ、ね、めっちゃいいですよね。なんかここにもなんかありますね、ちょっとしたものが。タイマイにぴったりですね。ね、あ、タイ米で、あ、もちろんタイ米ということですか、はい、そうなんや、さすがこだわってますよね、タイ米、はい、はい、ありがとうございます。美味しいです。これが同級生というわけではございません。あ、はい、はい、ちょっと知ってます僕、ちょっと知ってます。良かったです。まさかね、はい、私移されて同級生同級生ですから、若い若い一応ご説明だけ。でも、はい、でも若いですよ、お若いもピチピチの、はい、西田のピチピチの、ね、あの2人に紹介していただいてますから、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで、リンゴのリンゴ飴さんのお店が、いやー、リンゴ王子のリンゴ飴ということで、このリンゴの帽子をかぶってますけど見えてます、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 ギリ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 、かなりだいぶリンゴですね。すごいですね、もう赤色でもう完全リンゴになってますね。はい、いろんな商品があるそうですけども、リンゴ飴、あ、これ、あ、ただのリンゴがありますけど、これ今から作るんですね。あ、すごい、本当にもう生のリンゴがここにあるってことですね。リンゴ飴が売れすぎちゃって、売れすぎますか。もうリンゴを愛してやまないんですよね。愛してやまない、そんな好きなんですか。え、これ何さんのリンゴとか。今日は長野県産の原農薬のサンフジを使ってて。あ、そうなんですね。この量も少ないから皮ごと安心して食べるやつ。へえー、そうなんですね。今結構旬なんで、あの蜜の入り具合も結構多いです、ね。あ、そうなんですか。もう旬なんや。このまま生で食べてもめちゃくちゃ美味しいやつを、あの研究し尽くした飴をつけて。研究し尽くした飴ですか。なんかそこにありますよね。なんかありますよね。それですか。これはあんまり見せてくない。ああ、これはちょっと企業秘密ですね。廃棄部です。そうなんだ。いや、すごい。その日の気温とか。あ、え、そうなんですか。湿度とか見ながら。え、やってんですか。なら今日の時間はこれぐらいの日の入れ具合。すごいな。そんなこだわりがあるんですね。雨の。これでも1日2回は失敗します。え、1日2回は失敗する。え、何回作るんですか。ちょっと火切れすぎて焦げたんだけど。へえ。それだけ真剣にやる。あ、そうなんですね。今、あ、ね、あそこで作られるってことですね。そうなんや。すごい。こだわりのリンゴ飴。あんまりね、リンゴ飴ってね、屋台とかでね、そういうのしか見ないけど、そんなこだわってる店って他にあったりしますかね。あるんですか。最近はちょっとやっと増えてきました。あ、そうなんや。僕自身はリンゴ専門のリンゴ屋さんなので。あ、リンゴ屋さんなんですね。ですね、確かに。リンゴ飴食べて、今まで美味しい。てか、リンゴ美味しい。わー、なるほど。それでリンゴ飴の一つ、アイテム。なるほど、リンゴを補強するためのアイテムがリンゴ飴だったんですね。アップルパイも、ね、食べました。アップルパイは、入荷が明日から。明日から。あ、そうですか。アップルパイもデビューします。アップルパイもですか。え、明後日明日ですか。明日ですね。了解です。ありがとうございます。他にも何かあったりしますか。リンゴラスクですね。リンゴラスク気になりますよね。珍しいですよね。リンゴの加工品もいろいろプロデュースしてるんです。あ、プロデュースしてるんですか。もうこれ直接作ってる、はい、これはあの神戸のパン屋さんとかで作ってる。へー、じゃあそこのパン屋さんと、まあ、リンゴ王子カラーしか買えない。あー、すごいオリジナルですね。これ重要ですね。これリンゴラスク、そうなんですか。これはもうラスクのためにパンを焼いてる。ラスクのためにパンを焼いてる、すごいですね。なんかね、ラスクってちょっとおまけ的な感じの作り方ですけど、はい、
はい。使ってるのとか、あ、そうなんですね。安心な材料で作ってるっていうことで。あ、そうなんですよ。ちょっと白でね、かわいい感じになってますよね。なんかね、おしゃれな、洗練された感じがします。リンゴ食べました？大人には人気ですね。人気ですか、うん、あ、ちょっとまだ並んでらっしゃったり、リンゴの説明聞かれる方もいらっしゃいますかね。あ、最後にリンゴ、リンゴそのものも買えるんですか？もうね、そんなにないような感じですもんね。へー、リンゴ美味しい。あ、どうぞどうぞ、リンゴどうぞ。あ、とても大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。え、食べました？もうまだ食べてないですか？あ、気になりますよね。あ、そうなんですね。ちょっと気になりますよね、この話を聞いてしまうと。リンゴ飴で、余談なんですけど、はい、吉本芸人。あ、そうなんですね。元吉本芸人なんや。ちょっと面白いですね。とても楽しいですからね。楽しいですよね、はい、あ、そうなんですか。リンゴ王子で検索かけたら出てくるみたいなので、皆さんぜひぜひリンゴ王子を、はい、検索してみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは日産大阪、西宮北店から、社長は後日通でした。ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら。